日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷中洲中州は岡山県倉敷市倉敷にある地区である。倉敷市立中洲小学校区とほぼ同じである。なお、旧中洲町と現在の中洲エリアとは範囲が異なっており、旧中洲町には現在の水へ、砂欠に加え中島が加わる。現在、中洲エリアとなっている安江。 八王子町は大市村であった。倉敷市中心市街地の北西部に位置する。地名は当地の中心地区である砂欠、水江が旧中洲町に属していたことに由来する。また中洲町は当時属していた砂欠、水江、中島が東西に分かれた高橋川の間に位置していたことが由来である。エリアの地理は総社市、堺や船尾地区との境界に産地がある以外は、 平地である。当地を北側から南西へ高橋側が流れており、川筋により東西に分断されている。しかし、現在では川より西には数軒の住宅とその農地、墓地などがあるのみである。両側を渡す都線が、砂欠、水江にそれぞれあったが、利用者は通勤通学目的で1日数人程度で、あるため、砂欠の私は2009年3月いっぱいで廃止と、 なった。中世後期までは、山地とそのふもと以外は、木々の穴会と呼ばれる海域であったが、徐々に干拓されていき、江戸時代中期には、当地のすべてが陸地化している。この時、高橋川は、当地北部の土地で東西に分岐し、当地の西側と東側をそれぞれ南流していた。明治後期から大正期までの高橋川、改修工事により、東西高橋川は、 廃川となり、この時に新しい川筋により、当地が分断された。東高橋川の廃川地は、工場地や、宅地や商業地として活用されている。主要幹線道路である、岡山県道24号396号428号が造成され、さらに平成には、倉敷インターチェンジ付近から続く片側二車線の大型道路である。 岡山県道65線などが造成され、大小のロードサイド店舗が並び発展した。また、古くから米、麦、いぐさ、野菜等の農業が盛んであったが、現在はほとんどが住宅地となっており、郊外型の市街地として人口が増加した。他に、醤油醸造業や豆腐製造業、花むしろ、切り花なども盛んであったが、現在は衰退した。 しかし、現在も古くから営業している企業もある。酒続きの水門市域北部で、東地区の北部に位置し、草舎市西温と接する。古代における海岸線であり、草舎市、深しいで分岐し、さらに草舎市西温こっちで分岐した高橋川の河口にあたる。古くから川口周辺に位置する川港として開かれていた。中世になると、近隣で青い葉と呼ばれる。 東高等が活発に活動し、彼らの刀剣が、砂欠の港から水運を利用して各地に流通した。中世後期から明治までの干拓により、沿岸地から内陸地へと変化したが、高橋川の水運を利用し川港としての機能を保持したが、神殿が南部へと干拓により広がるにつれ、その港機能を失っていった。明治期には、高橋川の大改修により川筋が変遷。 砂欠の中央部を西南方向へ大きくまたがる形となり多くの土地が水没した。旧川筋は廃川となり新しい土地も生まれた。その後に廃川地を利用し砂欠と水江にまたがり設立された暮らし織の折りの影響で住宅地が発達した。また取水の便が良いため周辺に広がる広大な平野地帯への排水地として 水利上重要な地として整備された。その周囲は、たくさんの桜が植えられ、公園に整備され、現在も憩いの場、桜の名所として知られている。イオンボール、倉敷市域北部の高橋川下流湯岸にある。元は、久保屋群水江村だった。備中市には現な4年に開墾されたとあり、江戸時代にこの地を領有した備前岡山藩主、池田忠夫が、 東高橋川の川筋を固定させ、東西の高橋川の間にできた吉原を開発し、水江村として、久保屋郡に所属させたとされる。明治から大正にかけて、長期間行われた高橋川の改修工事により、新川筋で、水江は東西に分断される形となる。正直、古水郷の多くが、新川筋の中、河川敷となった。それにより、古水郷は、 新川筋の両岸にわずかに名を残すのみとなる。また、東西に分断された地を渡すと線水への渡しが設置された。昭和2年には、倉敷木の折の工場が、東高橋川の廃川地に造成され、翌年4月に創業を開始する。もともと砂地で、排水良好な土地が多く、商業地である倉敷に近いことから、近郊型園芸地帯として、野菜栽培や、 切り花などの生産が多かったが、近年になると宅地への転換が増加した。その後同地には、昭和中期から平成にかけ、大型の主要幹線道路が造成され、ロードサイド店舗や住宅地が多く立地。特に現在は、イオンモール倉敷が立地することで知られる。他に、廃川地には、中洲小学校、幼稚園なども立地している。中洲エリアの南東に位置する地区で、 旧東高橋川の東岸堤防沿いにできた農村で、かつては、久保屋郡、安江村といった。天正年間に、当時の岡山城主、宇喜多秀家が、当地の一部を開墾しているが、大半は、江戸時代にの元名5年に当地を領有した、備中国松山藩主、池田長幸が開墾し、久保屋郡、安江村として誕生した。寛永19年に、池田家が、上風。 幕府寮となり、倉敷大館所管轄の倉敷支配所となる。明治期から大正期の高橋川大改修工事により、東高橋川の廃川地を利用し、地区の面積が大幅に広がった。現在、廃川地だったところには、中須団地や中須保育園などが立地している。明治22年に、周辺村と合併し、大市村となり、同34年の大高村を経て、 昭和2年に旧倉敷市に編入した。現在、幹線道路沿いには、ロードサイド店が多く立地、それ以外の地は、住宅地が多く立地している。中州エリアの東部に位置する。東高両河原川以前は、道河線の東岸地域であった。古代には、久保屋郡大司教の一部で、当時の高橋川の河口に位置し、周囲は、木々の穴海という海域であった。あと、 高橋川による土砂の堆積作用で、あちの方と呼ばれる日形地帯となる。戦国時代終わり頃から、周囲の海域、日形が徐々に干拓されて、新田地帯となっていき、天正十三年、笹沖村にあった井上寺という寺院を、当地の渋江集落に移し、当時の鎮守である八王子権限を当地に勘定して祀った。この頃に、 当地の神殿開発が行われたと考えられている。その後、八王子権限に由来し、八王子村と称し、一部は、備前岡山半領また一部は旗本、長谷川家の所領となった。明治になると、周辺の村々と統合され、明治22年6月1日、久保屋郡八王子、浜、大内、川入日吉、平田、福島の各村が合併し、 万寿村を新設した。その後、倉敷町、旧倉敷市を経て新倉敷市となり、現在に至る。現在は、大型幹線道路の整備などで急激に住宅化が進み、ロードサイド店舗が林立。前述の高橋川の改修により、新稼働によって、砂欠、水江が分断して、以来、両岸を結ぶ交通手段として、砂欠の渡し、水江の渡しと呼ばれる。 小規模の都線がある。しかし、分断されて、以降、西岸側の人口は減少し続け、現在は数軒の民家やわずかな墓地、農地と神社、砂欠焼きの釜場がある程度であり、1日の利用客数はわずか数人である。砂欠の私は、現在すでに廃止となっており、水絵の私も2016年1月に、倉敷大橋が開通したことで、 同年3月末をもって廃止される予定。平成24年9月末現在、全域が倉敷郵便局管区。ありがとうございます。